香川県高松出身の英明高校3年生の菅井戸です。そのもうここからやっていくぞっていう気持ちが新たに芽生えたというか、本当にもうここからが勝負なので、一日一日を大切にして全力で取り組みたいと思います。ファンとチームが一体となって全員で戦うようなイメージなので、いち早くそこに戦力になれるように頑張っていきたいなと思います。監督やコーチから信頼される選手で、もう任された場面を絶対抑えるっていう、そういうピッチャーになっていきたいなと思います。最優秀防御率とか、まだまだ全然上の話なんですけど、そういうのも取ってみたいです。 Biz TV をご覧の皆様、はじめまして、オリックスバファローズの菅井戸です。伝統のあるチームというか、もうそういうチームのユニフォームを着れて身が引き締まったというか、これからやっていくぞっていう気持ちになりました。やっぱり自分は勝負どころで自分の力が 100% 発揮できるピッチャーだと思っているので、与えられた場面で自分の役割を果たしていきたいなと思います。一日一日、一気一気全力で真剣に野球に取り組んでいくので、自分自身も頑張るので応援よろしくお願いします。ここが僕の部屋です。一人部屋にしてはすごく広いので、すごい充実してるかなと思います。いや、ものすごく寂しいです。そうです、まあ近くに同期の宮国とか、目の前が北さんなので、たまにノックしに行ったりのちょっとしたいなと思います。いや、もう頑張っていこうかなと思います。広い空間が良かったので、ベッドが最初こっちにあったので、こっちに動かして、で、机も出して、ゆったりできるようにしました。これになります。です、はい、1つずつ、じゃあ、質問していってもらっていいですか。まず、これは僕がお世話になっている先輩から手紙をいただいて、すごいいいこと、嬉しいことが書かれている手紙なので、しんどい時とか見返して頑張ろうっていう思えるような文なので、これは大事に取っておきたいなと思います。敵は我にありっていう自分のキャッチフレーズがあるんですけど、それがまあ書かれているので、逃げずに頑張りたいなと思います。これです。これは僕の高校の時の監督さんの子供さんとか、そのファミリーが寄せ書きしてくれたもので、すごいちびっ子たちが一緒に書いてくれてる、頑張って作ってくれたので、すごい嬉しかったので部屋に飾りたいと思います。これは香川県の阿智の方の有名阿智石っていう石なんですけど、怪我しないようにという思いで作られた石なので、朝行くとこ前に肩とかこういうとこ撫でて行ったら怪我しないっていう願いがあるので、まあ、これは練習前とかにしっかり撫でて拝んでいきたいなと思います。いや、お父さんの地元が阿智なので、そこの人からプレゼントされたものなので、この部屋に飾りたいなと。